どうも、高井です。急がばあれ、真似れば時短と考える人へ。私は今年で動画投稿5年目になるんですけど、その今思うことは、動画投稿1年で心がポッキリと折れてしまう人っていうのは、おそらく反応の取れている人、有名な人のコンテンツを真似て、そのコンテンツを真似たはいいけど改善をしない、考えたはいいけどどこをどうしたらいいのかってことは分かんないから、ポッキリと心が折れてやめてしまう。その有名な人にコンサルをお願いして、どこが違うんでしょうか、どうやったら反応取れるんでしょうかって聞くこともないよね。そういう自己投資をしないってことも原因の一つでしょうけど、それと比べた私の分野って、読者分野っていうのは先駆者がほとんどいなかったんですよ。ほぼいない。一からコツ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 積み上げていって、反応を取るための戦略、反応を取るためのコンテンツ作りっていうのを考えてやっていくんですよね。今でも積み上げてますよ。それが5年経った今、基礎となるベースっていうのは出来上がってきたかなって思ってるんですよ。ようやくですよ。私が YouTube を始めたきっかけというのが、 YouTube 大富豪7つの教えっていう本です。動画投稿っていうのをビジネス寄りで戦略ベースで書かれている。ところが具体的な戦略となってくるとちょっと違うんですね。それは動画投稿を始めて1年から1年半経った時にこういう本であったんですね。戦略の本質、中にはロールアウト戦略とランチェスター戦略って載ってるんです。ロールアウト戦略っていうのは、いけそうだったら攻めて、ダメそうだったら引くっていうこと。一見当たり前のように見えるけど、そこにはちゃんとした理由があるんですよね。それはランチェスター戦略っていうのは、攻めたところを徹底的に攻めて自分の陣地にするって考え、その陣地にするって考え方は、コンビニの戦略のドミナント戦略ってありますよね。その地域に集中出店して、最近このコンビニ増えたなっていう、そういう思うことがあなた自身も経験はないですか。最近この地域このコンビニ増えたなみたいな、これはドミナント戦略。そのドミナント戦略っていうのが、動画投稿でいうランチェスター戦略、これと類似してる感があるんですよ。非常に似てるなっていう。ところがその地域にさらに強い強者のコンビニができたら撤退するでしょうね。これがロールアウト戦略の引くっていう考え方。引くときは潔く引きましょうって感じ。これが動画投稿で必須の戦略かなってことをこの本で学びました。ところがね、私はサムネがね、分かんなかったんですよ。イメージ広告って感じじゃないですか、サムネって。顔を出してイメージこそが重要であって、他の人たちのサムネを見て学ぼうにも、顔芸ってないよねって、顔芸じゃさすがになみたいな。もうね、文字しかないんですよ。いかに文字で引きつけるかってことを私は考えてしまって、でたどり着いたっていうのが、まずはこの本ですよね。人間の認知できる1秒間認知できる文字の量っていうのは30ビットまで。アルファベットだったら1文字2ビットね、1文字2ビットだけど、アルファベットで A、B、C ってやつですよ。で逆に日本語である漢字、ひらがな、カタカナ、これらは1文字3ビットなんですよ。つまりサムネって10文字以内で収めなきゃいけない。でもところがね、私のサムネって575で7文字オーバーしてるじゃないですか。これが有効だと思ったきっかけっていうのは、この本にもあるんですけど、この本には575有効だと書かれてるんです。あれ？この本だと30ビットまでって書いてないみたいな。ただこの本にも具体的にこういうふうに科学的にっていう証明はされてないんですけど、それでも有効だって思えるのは、私は文字っていうのは左脳で認識するものだと思ってるんです。数字の計算式とかね。ところが
日本には漫画ってあるじゃないですか。漫画ってイメージとして文字よりもすごいスラスラと入ってきますよね。これが五七五でつながっている俳句にも言えることだと私は思ってるんです。これは具体的に科学で検証されたわけではないんです。ところがおそらく五七五もそれの漫画という絵をベースしたイメージというものを取り込むと同様な効果が得られるんじゃないかと。今後も私はいろいろ検証していくかもしれませんけど、それでも動画戦略として非常に有効な方法を使っていると思うんです。なので今後ともご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。